さしこチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、かおりです。いつもさしこチャンネルを見てくださってありがとうございます。ちょっと最近投稿ね、久しぶりな感じでしてなかったんですけれども、今日はですね、リクエストがね結構多かった柿の花ですね、ちょっと配置をアレンジしているんですけれども、こちらになります。こっちはインスタの方にもね投稿していて、これをね見てくださった方がね、刺し方を教えてくださいということで、リクエストをいただいていましたので、お待たせしたんですけれども、かなりお待たせしてしまったんですけれども、今日はその刺し方についての動画になっています。で、まあ、こっちよりもちょっとね若干ね小さめに作ったんですけれども、こういう感じです。で、これがですね、記念すべき、ダルマカテイト全制覇最後の1枚となりました。で、裏はねこういう感じになっています。はい、で表はこういう感じですね。はい、ということです。で、今回はですね、刺し方とかは通常の柿の花と同じで、本当にひたすら縦横の連続になってくるんですけれども、ポイントとしてはこの色替えをするときどういうふうにしているのかっていう部分と、あと下書きですね。で、まあ私もちょっと初めてでうまくいっているのかちょっとわかんないんですけれども、図案のね無料ダウンロードを作ってみました。最初ねアメブロに載せようかな、貼り付けようかなって紹介するのにねブログがいいかなと思ったんですけど、アメブロでね貼り付けれなかったんですよね。PDF ファイル PDF でいいのかな付けれなかったんです。でアメブロでねちょっとダメだったので、ノートの方に投稿しておきました。で、概要欄の方にねリンク貼っておきますので、もしちょっと配置がわからないわっていう方がいたらね、配置この通常のね柿の花のよく見る図案っていうのはね、このぐらい大きくないんですよね。もっと小さいのがたくさんこうパーってなってる模様なんですけど、私が今回刺したのはねちょっと一つが大きい感じで、切り返しねの部分とかちょっと分かりにくいので、でいつものように動画にね図案を載せようかと思ったんですけれども、ちょっとね数がね多すぎるんですよね。何段目からこのなんていうのこの順番でみたいなのを示すのがねちょっと難しかったので、その無料ダウンロードでダウンロードをした、図案を下に敷いて写してもいいし、見て配置を見て手書きしてもいいしっていう感じで、ダウンロードできる図案とあと画像の方もね一緒に掲載しているので、ぜひぜひ活用していただけたらなと思います。はい、ということで、では早速作り方を紹介していきたいと思います。どうぞ。今回の柿の花は図案の配置をアレンジしています。通常のね柿の花よりもちょっと大きめで色替えしてます。このようなね図案を無料ダウンロードできるようにしてみました。これとね同じものになっています。概要欄の方にリンクを貼ったので、ぜひそちらを参考にしてみてください。リンクの先はねノートになっています。はい、いつものように、下書きはフリクションボール 0.5 ですね、アイロンで後から消せるものになっています。できれば全然違う色3色あると分かりやすいです。いつもね使っているものです。私は無料ダウンロードの図案を下にして、書き写すのもいいかと思います。方眼から書くという方はまず 5mm の方眼を書いて、その上から
色の違うペンで模様を描いていきます。この場合はね、フリーハンドでも大丈夫です。定規使わなくてもこんな感じで描き足していけます。で、このやり方でね、模様を描いていくと自分の好みの配置を作りやすいと思いますので、ぜひそれもね、またやってみてほしいと思います。今回ね、色を2色使って作ってるんですけれども、もっとね、色を増やしたいという時にもすごく分かりやすくできると思うので、この方法もとてもおすすめです。今これ色を変えて描いてるところですね。まあ、私はね、赤と青と黒の3色入ってるね、ボールペン使ってるんですけれども、これもっとね、違う色にした方がね、分かりやすかったと思います。で、図案のダウンロード難しい方、画像の方もね、最初に言ったように載せておくので、ちょっとプリントするのにダウンロードどうするんだろうって手こずった時はね、画像を見ながら描いてみてください。方眼の描き方とか、刺し始め、刺し終わり、糸の継ぎ足し方の方はいつものように動画リストの刺し子メモというところにありますので、わからない方、今日初めて動画見てくださった方はそちらも、参考にしてみてください。で、下書きの方が終わりました。全体的にはね、こういうような感じになります。こちらのね、黒と青が色を変える部分になります。ちょっとね、やっぱり色、黒と青だとね、見づらくてね、すみません。はい、で、下書きを全部終えた状態で半分ちょっとまで刺してみました。下書きの時点でちょっと見づらいけど、色をね、変えているので、糸の色を変えるところを黒にね、したんですね。で、その他のところを青にしています。なので、黒いところ、黒の線が来てるところを飛ばして青いところだけ刺している感じですね。で、実際に刺しているところはこういう風になっていて、この黒で描いたところを飛ばして全部刺しています。なので、下書きの時に色を変えるところをちゃんと自分で分かるように、違う色の線で引くっていうのが結構大事かなと思います。実際に刺してみると、今ね、この列に来てるんですけど、ここがね、黒い線のところなので、この模様、刺し掛かった時は布の中を通していきます。で、この青い線のところは普通に刺していくんですけど、ちょっと黒いところに行くまで普通に刺していきますね。この黒いところは普通に刺していきます。こうやって色分けした青いところは普通にこう刺していきます。で、今ここ黒に次差し掛かるので、ここは糸の色を変える箇所になるので、ここのところは飛ばして布の中を通していきます。こういう感じで、青い線のところは刺して、この黒い線のところは飛ばします。で、また青が来て、次黒があるので、ここも布の間を通って次に行きます。色を変えるところが出てくるので、そこは飛ばして、布の間を通して、で、あとは普通にしばらく色替えするところがないので、そこはもう普通に縫っていきます。ここがね、ここに黒い、色変える地点が今見えてきたので、気をつけながら、で、ここ飛ばして次に行きたいと思います。こういうふうに布の中を通っています。裏にこう出てないですね、針がここにあるんですけど、裏には出ないように布と布の間を通
通します。こういう感じで下書きの時点でしっかり色分けをして、で糸の色を変えるところは飛ばして布の間を通して縫わないで刺していきます。こういう感じですね。で裏はこういう風になります。今のこの横だけを刺した時点で。ということでこの続きもずっと刺していきたいと思います。糸の色を変えるところはもう飛ばしてどんどん刺していきたいと思います。でまあこの要領でいつもと同じですね。いつものようにこういうふうに順番に左右交互に刺してここまで全面にまず刺していきたいと思います。はい、片側を全面に刺すことができました。で次は縦やったんで次横に刺していきたいと思います。縦っていうかなんていうんですかね、もう一方方向ですね。まあでもいつもだいたいこの耳があるここね、この布の耳の方向に沿って刺し始めるんですね。こっち側耳あるんで、まあここに平行にこういう風に刺していってるんですけど、前にもね動画で話したんですけど、この、まあ、どっちかっていうと耳があるこの方向の方が、布がこう伸びにくい、で横がちょっとこう伸びやすいで斜めがすごく伸びるっていうことで、耳と平行なラインからできる限り刺していっています。やっぱりね布がこう伸びてくると、なんていうの、仕上がった時にこううねうねにねなりやすかったりするんじゃないかなと思うので、できるだけ耳と平行な方向から刺している感じですね。で、今ちょっとだけこの部分だけ刺し進めていたんですけど、こういう感じになっていきます。ずっとねこっち方向で刺していたところにこの横に足していく感じですね。でこれもさっきと同じでこの糸をね変えるところだけ飛ばして縫っていっています。なのでここは布の間、ここね、ここ飛ばすのところなので糸を変えるところなので、そこは布と布の間に針を通して次に行く感じです。もうこれも同じですね。でしばらく布の間を通すところがないのでこのまま縫っていきたいと思います。でちょっとですね、宣伝というかお知らせというか、インスタとかね見てくださってる方は、している方もたくさんいると思うんですけれども、私テズメイトのね販売をね始めようと準備中なんですけれどもね、5月の4日あたりにミンネでテズメイトの販売をしようかなと思って、でインスタもね手染め用アカウントっていうのを作ったので、概要欄の方にね URL をくっつけておくので、もし興味ある方いたら見てみてください。なんか最初ねベースにしようか迷ったんですけど、多分ミンネとかだとアプリをもうすでに持っている人がたくさんいるんじゃないかなと思って、またね新規登録とかするのめんどくさいじゃないですか。もうミンネにしちゃおうと思ってねミンネにしたんです。ミンネだったら多分結構皆さん糸とかね購入されたりハンドメイド商品購入されたりするので、アプリとか持っててもう登録されてる方多いかなと思って、登録作業も結構ね、あとアプリ増えるのもね結構面倒ですよねなのでミンネにしました。こうやって話してる間もねこの糸を飛ばすところに今差し掛かったので、ちょうどねこことここが糸を変える色を変えるところなので、そこは布の間を通して縫っていきます。もうここは無理せず一針一針通していくと間違いがなくていいかなと思います。
裏にね出ちゃったりするので、ちょっとそのね糸、手染め糸もね完全にもう私のもう好みで染色している感じなので、同じような好みの人が見てくれるといいんじゃないかなと思います。どうしてもね画像加工しないで自然光で撮ってはいるんですけど、肉眼で見たのとね色をねぴったり合わせるのがねなかなか難しいので、販売する前にちょっとそれもね動画で、まあ、簡単に説明しながら色味をね見てもらうっていうのはね考えているので、まあ、この動画アップして糸のね紹介も、今んとこね糸の種類っていうか色の種類としては24、5種類ぐらい今作っているんですけれども、まあ、いろんなね色があってどれがいいかなって迷うのも楽しいかなと思ってね、まあ、できる限り作ってみたんですけどね、可愛らしいっていうよりもちょっと大人っぽい感じの色味が多分多いかなと思います。トーン抑えめな感じですかね。あれここちょっと差し忘れ見っけちゃったんですけど、あれここ飛ばすところなのに刺してるってことかな。あ、飛ばすところなのに刺してるね。あ、これちょっとついでなんでやっちゃおうかな。これね、私いつも間違ってる時、ここ本当はここ飛ばすとこですね、ここ飛ばしてて1個塗ってここ飛ばしてってなって、ここ飛ばすとこなのにここ塗っちゃってるんで、これの時もうここ切っちゃいます、パチンって。で切っちゃって、で糸抜きます、糸抜いちゃいます、こっち側も糸抜いちゃいます。こうやってね糸ね抜いちゃいますね、糸抜いちゃうんですけど、でまあどっち側でもいいんですけど、あれちょっと糸通しが取れない、爪切ったばっかりで、あれなんかちょっとごめん画面上で見ると見えないちょっとこれ、まあ、その時の加減なんだけど、これちょっともう一目入れれるから入れちゃいます。刺し始めみたいにしてちょっと距離を置いて糸出します。刺し始めみたいな感じでこうやってちょっと遠くに片方出しますね。でこっち側逆側に糸をねつなげます。糸を足りるくらいつなげる。でこの時に旗結びがねすごい役に立つので、旗結びの動画別動画で動画リストのね刺し子メモのところに旗結びのやり方が あるので、もしわからない方がいたら見てみてください。でこっち旗結びをして糸つなげます。今抜いた部分を補うだけです。もうこれで OK ですねまあそんな特に変わったことはしてないんですけど、こんな感じで間違ったところを見つけたらもうそれで修正していくっていう感じですかね。でこっちも糸通して、なんか今画角に入ってないところあったらちょっとごめんなさいなんですけど、もうとにかく間違ったところも潔く糸切っちゃって旗結びでつなげていけば補修できますっていう、そういうことですね。でここ今抜いたところなので、こうねここを普通にこうやって縫っていきますね。でこれ旗結びをしたのでちょっと引っ張ってプチッと中に入れます。でここ
飛ばすはずのとこ刺してたんで、これ中通していきます。あ、やばいやばい、よいしょよいしょ。やっぱりね、間違いを修正していってます。こうやって、でこの時あの糸のここ出て、こっち側からもこう来てるじゃないですか。だから中を通してるこの糸を一緒にあの刺しちゃいます。で、これね、20番手の4本取りの糸ですね。だるま刺し子糸と同じあの太さなので、このぐらいの太さあればもう中の糸一緒に通せます。あの通せますっていうか刺せます。あのこうやってこう糸中を通っている糸にもう針をもう刺してしまって、絡ませちゃって取れないようにするっていう感じですね。これあの普通に普段私こういう刺し方をして布巾使ってるので大丈夫かと思います。簡単には抜けないと思います。裏出ちゃって、ちょっと裏ね出ないように気をつけながら刺していきます、うん、こんな感じでね修正完了です。であとは糸を、まあ今じゃなくてもいい、後ででもいいんですけど、ちょっと引き気味にして根元のところをパチンと切ると勝手に中に入ってくれるので、この糸処理もいつもやっている処理の仕方、ちょっと引き気味にして根元をパチッと、あ、これもねなんかコメントでいただいて、コメントでお返事したんですけどね、こういう感じですね。で、続きを刺していきます。はい、で縦横全部刺しました。これ全面に、色変える前のブルーの糸のところは全部刺したかな。あ、ちょっとここだけ一個忘れてますね、ここだけ一個忘れてますね。なんかねインスタライブとかであのこれ刺しながらねやったりして、いや多分間違ってるきっとって言いながらねやってたんですけどね、間違ってましたね。一目だけなんでもうここ付け足しちゃいます。今日はねちょっと間違えながら、間違えたところも修正しているところもやっちゃうから、もうここ一目だけなんでちょっと離れたところから入れて、あ、脱げちゃった、離れたところから入れて、でこのまま刺しちゃうとスルッと抜けそうで怖いので、こう返し縫いみたいな感じで、奥に出して手前から入れて、まあ、だからこういうループになってる感じですね。でこの時にこの中を通っている糸も一緒に針で刺しちゃおうかなと思います。この作業だけでねだいぶ抜けにくくなりますからね。あの失敗してもう一回やり直すって言って糸外す時ってそんなすんなりいかないじゃないですか。多分ねこれはもう糸と糸がね絡まり合って中で多分抜けないってことなんですね。ちょっと引っ張って今見たんですけど、キュッと止まってるのが分かるので、ちゃんとあの中を通してる糸にこの今入れた針がね、あの何どこかしらにこうあの絡んでるんだと思うんですね。でこれでだいぶあの抜けないので、引っ張ってもあのここを引っ張ってもこの糸がスルッて下に抜けてこないのがわかると思うんで、これを確認してからの方がいいですね。これ確認しないでやって、何かの拍子にこう引っ掛けてねスルッと抜けちゃうとねもったいないので、こういう感じで中はここから入れて、こういう風にループ状になっている感じになります。こう触ってみてここにこう糸があるなーっていうのがこうわかるので、そこにこううまくピッて針をこう刺すような感じですかね。で、まあ、見えないところなので引っ張ってあの糸をねこう引っ張ってスルッて抜けなければ大丈夫です。
でね、裏はねこういう感じになります。次ね、色変えるところはですね、はい、だるま、これでね、あのだるま家庭糸全部の56色あの制覇となります。で、これでこのね、まだチクチクしてないところ、もうこれは下書きしてあるけど糸が通ってないところはもう全てっていうので、ここまでやっちゃうとねだいぶ分かりやすいと思います。で、どういうふうに私が刺したかっていう紹介なんですけれども、これもね、どういうのが正解なのかっていうのはちょっと難しいところではあるんですけれども、本人のやりやすいようにやるっていうのがなんかいいんじゃないかなってやっぱり思いますね。あのこれだからダメとかこれだからいいとかっていうことではなくって、やりやすい方法でまずやって、あ、こういうところもちょっとこうしたいなって思えば次に改善していくみたいな感じでやった方が楽しいかなと思います。ちょっとね、分かりやすいところから始めちゃおうかと思います。まああの真ん中のね、ここからやっていこうか。まあ、私も結構適当にやったっちゃ適当にやった感じなんですけど、と、まあ、外側からいきますかね。まず刺し始め、こういう風に順番にやっていこうかと思います。で、ここスタートで、横、ここをスタートにしようかと思いますので、刺し始めはこの辺から、まあ、ちょっと遠くから針を入れます。これはね、もう刺し始めは一緒ですね。ここスタートということでここに出します。中を通してるので、まあ、いつものように、あ、裏通ってた裏は、向かいで、裏はこんな感じで通りません。ここに今ここに針がねあるんですけど、こんな感じで、あれ、ここも一列刺してないねあれ、ちょっとね、今月はね本当にね、糸を染めてばっかりいてね、刺し子付近がおろそかですね。すいません、ちょっとこれもやっちゃう。まあでもさ、たまにはこういう失敗もいいんじゃないですか。ちょっと糸通しどこ行ったんだろう。たまにはね、こういう失敗を動画に上げてもいいんじゃないかなっていうことで、これでもこの動画内で今3回目ぐらいですよね、こういうのいやもうね、あの、いや今月付近あの枚数少ないし終わらせたいっていう気持ちでいっぱいでね、そそくさとやってるからね、多分集中力がね足りてないですね。ちょっとまた同じになっちゃいますけど、まあ、ここからねやります。糸変えました。糸の色にこれに変えました。でまた刺し始め、少し遠いところから針を入れるんだけど、ちょっと入れづらいな。はい、ここですね。ここに針をまず通します。まあさっきみたいにね、ちょっとループにした方がいいかな。そうですね、さっきみたいにこう一回こうループ状になるように最初の一目通そうかな。その方が多分より抜けにくいと思うので、そういう風にします。まあこっちじゃなくてこっち方向で時計回りでいきますかね。なので次はここに刺します。ここに、多少ちょっと抜けにくくて、次こう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 いう風に刺していきます。こっち周りにこっち周りに横方向を刺していきます。なので次ここ、まあこっちに行ってこっちに行って毎回ループしてもいいじゃないかなと思います。
まあ、それでもね結局透けた時に、まあ、一定方向だったらある程度ね綺麗には見えると思うんですよね。透けて中の糸が見えても、まあ、ただね、まあ、今回はちょっとこっちで、なのでやりやすいやり方を見つけてくれればいいかなと思います。で今度ここ来るのでここですね、このひたすらこの繰り返しです。ひたすらこの繰り返し、少し縫ってみますかね。でこれ中はそれだからこう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 階段状になるってことですね。ここをねこうやって縫っています。でこのままねぐるっとね一周していきます。もう本当にひたすらひたすら階段状にしていきます。またこの辺から早送りにした方がいいかな。はい、これ最後の一目にいきます。でこれ次はね、まあ、ここ最後この一周の横の最後の一目なんですけど、次縦に行きたいからここに行きます。斜めに刺します。ここ最後の一目から斜めに行きます。今度こう縦にちょっと回しますね。こういう風にいきます。あれなんで、あ、そっかそっか、なんか今回の動画失敗ばっかりでしょ。こう全部縦縦縦縦でぐるっと一周します。ここもまあ階段状ですよね。同じですね、向きが変わっただけ。大してそんな本当至ってシンプルですね。ただ向きが変わっただけです。こんな感じで全てこの方法で縫いました。ここがねこういう風に階段状になっていきます。でこれを一周またここまで来たらいつもの刺し終わりになります。まあここ終わりのところからもうここにつなげて もう全然いいと思います。まあ、中にね糸がこう通ってるの透けて見えるの嫌だっていう人は一度切ってもいいだろうし、そこはお好みですね。どういう風に刺したいか。はい、で、インスタのね DM にこの。ね、外枠の、刺し方ですね、載せてくださいっていうのでいただいてたので、それをちょっと改めてやってみたいと思います。まあ、今回もちょっと隙間を空けて私外枠をいつも飾り縫いにしてるんですけれども、今ここにある線のところをね飾り縫いで縫っていこうと思います。で、まずは普通にぐるっとここ外枠一周縫っていきます。
少し遠いところから針を入れて、ここからスタートしていきます。で、ここもやっぱり中を通っている糸を貫通させるようにして針を刺して進めていきたいと思います。はい、じゃあもうここはもうバーッと、はい、でここ全部周り一周ぐるっと縫いました。で、全部縫って、まあ、私今ここで糸をつないで旗結びしてあるんですけど、この結び目隠したいので、これ隠すために少しだけ先に進めて、ちょっとこれ中に入れてしまいたいと思います。これはでもなんかやりいいやり方で、今日はたまたま旗結びここにあるので、少し先に進めながらこの結び目を中に入れたいと思います。ここにこうやって通します。で、また次も通します。一針一針にくぐり刺しのように糸をくぐらせていくだけです。こういう感じになります。はい、でこういうふうにぐるっと一周していきたいと思います。で、この端っこまで来たら、ここは私は角をきっちりできるだけこう90度にというか丸くあましないように、ここはね針を通しちゃいます。このままね糸をくぐらせていくと角がね丸くなっちゃうので、この一目の端からこの端に出します。で、あとは同じようにまたくぐらせていきます。はい、ということでこの外枠も飾り縫いをすることができました。こういう風になります。で、あとはですね、最後ね、ここ周りを折って、まあ、この字閉じに、この端っこをこの字閉じにして完成になります。はい、で、こちらが完成したものになります。はい、最初にね、動画の初めに紹介したそのままですけれども、今回ですね、この周りの飾り縫い、二重にしてみました。二重にするのも久しぶりな感じしますけど可愛いかなと思います。ちょっとですね、この今回使っただるま家庭糸、奇抜な色になるかなと思ったんですけど、うまく馴染んでくれたので良かったなと思います。ということで、今日は柿の花の図案と刺し方をお送りしてみました。
少しでも参考になりましたらグッドボタン、チャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。